難に直面して今民主党議員は何をなすべきか。参議院議長西岡武夫。はじめに、イタリアの脱原発の中身と日本の現実。イタリアの野党民主党トップのベルサニ書記長は、先の原発水道事業の民営化等についての国民投票の結果を受けて、イタリア国民とベルルスコーニ政府との離婚は確定したと述べました。しかしイタリアは自国内の完全な脱原発を決めたものの、国内電力の 20% をフランスの原発から輸入しているのが実態です。さらに石油は中東から、天然ガスはアフリカに依存しています。それらが電力料金を高騰させ、イタリアの国民、企業を直撃しています。これがイタリアの急速な脱原発政策の実態です。同じく脱原発を公式に決定したドイツの場合は、優れた科学技術によって自然エネルギーの活用を今後の基本としつつも、現時点での風力発電量は 2% です。一方、環境問題をさておけば、国内に石炭の埋蔵量、採掘可能な400億トンを有し、石炭火力による発電が全電力の 44% を占めていることを忘れてはいけません。さらにイタリアと同様に、フランスの原発の送電網との直結があります。これらの実態と比較して、日本の置かれている厳しい現実を考えれば、現時点で、脱原発という単純なものの言い方を内閣総理大臣が軽々しく口にすべきではないはずです。エネルギー政策の基本と今後の政策、国政における政策の基本は、第一に国民の生命と生活を守り、その財産と領土を守るということです。当然原子力エネルギー政策も福島原発事故後、根本から再検討すべきです。中でも、3月11日以降、これからのエネルギーの大層が自然エネルギーに移ったことは事実です。問題は、その転換の進め方なのです。原子爆弾投下の瞬間を自分の目で見た私にとって、放射能という3文字には特別の響きがあります。私は、原爆投下による爆風と放射能、放射線が一瞬にして7万余、その中に私の親戚も、の命を奪った郷土長崎の惨状を見、その後、与党の被爆者対策の責任者として取り組んできたただ一人の現職の国会議員です。その私が原発事故以来、4ヶ月余りの菅首相の姿勢と言動に、強い憤りを覚えています。日本の原発はもともと世界最高の技術で作られ、最高の運転と保安技術に支えられていたはずです。ここで一つ忘れてはいけないことは、今回の原発事故に対する菅首相と東電の初期対応に大きな誤りがあったことが、いまだに厳しく検証されていないことです。この検証が速やかに正確詳細になされることから、日本の新しいエネルギー政策が出発するのです。この検証がなされないまま、万一菅首相の脱原発のスローガンに基づく菅首相の現時点の考えによってエネルギー政策が進めばどうなるでしょう。確実に来年の春には日本に原子力エネルギーは存在しなくなります。その時点で日本は総電力の3分の1から少なくとも4分の1を失います。日本にはイタリアやドイツのように代わりの電力を得る手段はありません。原発事故対応の失敗とごまかし、東京電力福島第一原発の事故にあたっての初動に首相として判断と対応に失敗した菅首相は、念頭に原発の輸出を超えたからかに掲げた政策から
一転して何の準備もせず脱原発を唱え出しました。まさに議事市民運動の野望家らしい菅首相の振る舞いです。ここでさらに重ねて場当たり政治家らしい失敗を菅首相はしました。浜岡原発停止の要請です。この場合要請であって命じてはいません。これは法律に準拠するとかしないとかの問題より優れて首相の発する言葉と政治的重さと責任の問題です。今回の問題点はその言葉に政治が最終責任を取らない、菅政治の本質が見えるということなのです。菅首相の発想が場当たりであることはここでも証明されています。何の準備もない突然の浜岡原発停止は現在定期点検で停止中の原発再開を当然困難に陥れました。脱原発は福島第一原発事故後国民に受け入れやすいスローガンです。菅首相の言う太陽光エネルギーも風力もバイオも地熱も10年単位で実現していく、また実現させなければならないエネルギー政策です。脱原発は国政選挙の争点になり得ない。菅首相は6月28日の民主党両院議員総会において真顔で次の衆議院総選挙の争点は脱原発についてのエネルギー問題だと述べています。菅首相が今総選挙とその課題を述べること自体噴飯ものですが、現時点で各政党とも今後の日本のエネルギー政策は原発から自然エネルギーに転換するという方向性では大きな対立はないと思います。問題はそれを推進してどれだけの期間でどれだけの電力を確保できるのかという肝心のことが菅首相によって示されていないことです。さらに自然エネルギー活用の拡大と効率化によって需給をバランスさせる地産地消型と大規模発電が必要な基幹エネルギーとの組み合わせをどうするかを環境問題との関係でどう考えるかなのです。これは選挙というより国会の場で論議されるエネルギー政策の具体的内容の問題です。今後10年単位のかなりの期間、日本はより強い安全管理の下で原子力発電を必要とします。エネルギー政策については国会論争において激しい対立があるとすれば、原発の電力事業主体をどう考えるかという論点と発電と送電の分離問題だろうと思われます。菅首相が無双し猿真似を考えているかもしれない小泉純一郎首相の郵政解散のごとき明快な対立軸など、もともと軸のない菅首相の下では存在しないのです。支離滅裂な菅首相の原発政策、日本では現在ある54基の原子力発電のうち平成23年6月末時点で17基しか稼働していません。定期点検中の原発は再開困難であり、今稼働している17基が定期点検に入ったら前期のように日本は全電力の約 26% の電力を一気に失うことになります。この一文を書き始めた6月30日、定期点検を終了した九州電力の玄海原発の再開について、佐賀県知事と地元の町長が承認したとのニュースに接しました。九州電力の電力需給逼迫は、浜岡原発からの60万キロワット毎時を失って以来、厳しいものがありました。ところが、原発再開という難題を、海江田経済産業大臣が地元の説得に成功したかに見えたその時、菅首相はまたもや突然ストレステストの必要性を言い出し、海江田大臣の努力は水泡に帰しました。なぜ菅首相は海江田大臣が玄海原発の地元に説得に行く前にその方針を出さなかったのか理解不可能です。このように自然エネルギー推進の道筋と段取りを説明せず、菅首相は脱原発という単純な問題提起でごまかそうとしても全くのまやかしであることはすぐに証明されることになりました。
菅首相はストレステストを言い出したタイミングの悪さに批判が集中するや、なんと7月8日には定期点検後の原発再稼働時の場合は簡易テストという方針を打ち出したのです。この方針の中身には新規に建設した原発、事故を起こした原発の再稼働時、建設後長期になる原発については本格的なストレステストを行うことが書かれています。本格的なストレステストの内容とは何か、簡易テストとは何なのか、菅首相がお分かりのはずですから、自ら国民の皆さんにご説明になる責任があります。6月29日、東京電力の供給量約4900kW/時の 93% まで電力消費量が上昇しました。現時点で東京電力の最高供給電力量は約 5500kW/時前後と思われます。日本列島は6月末からすでに猛暑、酷暑に襲われています。この夏のみならず、日本全国の1年を通じた電力需給を菅首相はどう考えておられるのか、これも国民の皆さんに説明される責任があります。ところが菅首相は、脱原発を金科玉城のごとくスローガンにして、一方で定期点検が終了した佐賀県玄海原発の再稼働について、県と地元の自治体を説得に行ったのは海江田経済産業大臣でした。原発エネルギーについて責任を持つ海江田大臣に十分な相談もなく、停止させた後の対策と他の原発への対応も全くしないで菅首相が浜岡原発の停止要請をしたことは周知の通りです。菅首相が脱原発担当で、海江田経済産業大臣が至難な休止中の原発の再稼働要請担当とは一体いかなる政府かと思わない国民はおられないでしょう。電力使用制限令の発動。7月1日から菅内閣は東京電力と東北電力管内に電気事業法に基づく電力使用制限令を発動しました。私はここに至るまでこの事態を招いた菅首相がどれだけ制限令回避の努力をされたのか疑問に思っています。3月の下旬頃から私は天然ガスを燃料とする小型のガスタービン発電機などを数多く設置することや、水力発電に余裕はないのかなどを記者会見を通じて公に提案してきました。菅首相はご自分の場当たりな浜岡原発停止要請が今回の制限令に直結していることを自覚されているのだろうかと私は思います。そのことが大口需要企業を苦しめ、日本経済回復の勢いを削ぐ事態になっているのです。こうした中で企業などの自家発電機の燃料について当分の間課税しないなどきめ細かい施策が必要だと考えます。特に今回の電力使用制限令を東日本の被災地においてようやく立ち上がろうとしている町工場にまで適用するというのは政治ではありません。電力使用量にかかわらず直ちに適用除外すべきです。一方、今後の電力料金値上げは必至で、全産業と国民生活をも直撃します。菅首相は現時点で電力の供給力について一体どのように考え、具体的な対策を持っておられるのか示す責任があります。今回の電力使用制限令発動は37年前の第一次オイルショックの時、全国の電力会社管内を対象に発令して以来のことです。この罰金が課される強制措置は37年前の場合、第4次中東戦争勃発後、石油の供給が逼迫し、石油価格が高騰した結果、不可避の措置でした。当時、田中角栄首相が電源三法の制定をはじめ、石油備蓄の計画からトイレットペーパーに殺到した人々への対応に至るまで、獅子奮迅の努力を先頭に立ってされたことを、私は自分の目で見ています。その時、昭和生まれの自民党若手議員で組織した昭和会が、石油危機に対する提言をまとめた文書を田中首相に手渡したことも記憶新たなものがあります。一方、今回のエネルギー危機は
明らかに菅首相が福島第一原発事故直後に初動ミスを犯したことが発端となりました。その上、前期のように菅首相は30年以内にマグニチュード8以上の地震が起こる確率が 87% とした政府の地震研究機関の予知を根拠に不用意な浜岡原発に対する運転停止要請を行ったことがエネルギー危機を決定的にしたのです。菅首相が全原発の廃炉、脱原発の運動を鼓舞したのです。原発の定期点検を終了しても再稼働を延期している原発が7基、今後数ヶ月で定期点検に入る原発は6基という実態を菅首相が知らないとは信じがたいのです。こうして菅首相は日本全国の電力供給を重大な危機に陥れているのです。ちなみに福島原発の立地地域について前期の地震研究機関は大地震の確率を 0% と予知していました。菅首相があと1年も経ないで訪れる重大な電力危機を放置し有効な対策を出さず手をこまねいているのなら、全ての国民の皆さんの前でテレビで呼びかけてください。皆さんの生活は今後長期にわたり昭和45年代1960年の水準に戻ります。その生活は電気冷蔵庫も空調機器も電気洗濯機も浴室の給湯器も電子レンジもなく、暖房は火鉢と石油ストーブと湯たんぽです。いつになるか不明ですが、自然エネルギーによって全ての国民生活が現時点に戻るまで我慢してくださいと。しかしそれだけでは済まないのです。日本経済は菅首相の大安なき脱原発の掛け声によって国民生活とともに大打撃を受けます。このことは東日本大震災の復興、新たな建設にも大きな打撃を与えます。根本の原因は国内の電力不足ですが、輸入エネルギーの価格高騰によって日本の国際競争力は極端に低下します。有力生産拠点の外国転出によって日本の産業空洞化が一層急激に進みます。当然失業者はさらに増大し、消費は落ち込み、年金、医療、介護などの日本の社会基盤は崩れ、日本経済沈没の危機は現実のものとなります。菅首相の責任回避の政治手法。福島第一原発事故以来、菅政権は一貫して要請の二文字を繰り返しました。これは一見穏便に聞こえますが、実は首相が要請することは地方自治体にとっては事実上やるべしと言われたことになります。そうして要請という用語はその結果について首相は責任を取らないという意思表示でもあります。特に原発から20キロ30キロの住民に対する菅首相の姿勢は、福島県民の命の安全をも自分で決めろという鬼の政治に終始したのです。その上、菅首相は避難指示の誤りによって乳幼児、児童生徒をはじめ県民の多くを避けることのできた放射線量のもとにさらす結果を招きました。この非常な政治は福島第一原発から遠く離れた地域の農作物や畜産、魚類にまで及び、安全だけれど念のためという正し書き付きで政治責任を巧妙に逃れるという言語道断な指示、要請を繰り返してきたのです。この政府の姿勢が風評被害という関係者にとっては持って行きどころのない状況をも助長したことは否めません。これこそ私が参議院議長という職を落とす覚悟で菅首相を厳しく糾弾している大きな理由の一つです。議員内閣制の危機、東日本大震災対応の遅れと福島第一原発事故に対する初動の失敗と目に余る情報隠しをめぐって、世論の多くも政権与党幹部も早期退陣を菅首相に求めるという異常事態を邪気しています。一方、民主党内の動きを横目に菅首相は自分の使命だなどとトンチンカンな言を浪して首相の座にとどまり続けているのです。延長した今国会の会期末は
8月31日ですが、このままではそこも菅首相が辞職することはないでしょう。この事態をこのまま放置すれば、政治体制に対する国民の不信は高まり、議会制民主主義と議員内閣制そのものの制度としての欠陥が指摘され、政治が機能不全になりかねないのです。菅首相は今あたかも独裁者のごとく立ち回っています。私には民主党という政権与党は菅内閣では不要な存在のごとく野党に移っているように思えます。自民党の長期政権下において歴代の幹事長、総務会長、政調会長、参議院議員会長、国会対策委員長5役の意見中でも幹事長との意見が一致しない内閣は一部の例外を除けば立ち行かなくなっていました。菅首相にとって今や与党はたとえ騙してでも議員の数さえ揃えばそれで十分だというくらいにしか考えていないのではと思えるのです。菅首相は自分が任命した大臣の存在も無視し、与党の考えも軽視し、政党政治など頭にないという風情です。議員内閣制の危機と思うゆえんです。菅首相を確実に辞任させる最後の手段ではどうすべきか。政治判断が狂気と思われかねない首相を誕生させてしまった政党政治の現時点における民主党の責任の取り方はどうあるべきだろうかを考えてみました。敗戦後に起こった最大の国難に直面して、政治の信頼失墜と無責任、無力ぶりを前に、政党の浮き沈みなど自業自得で些細な事柄です。民主党議員は東日本の被災者、いまだに避難生活を強いられておられる皆さん、被災された中小零細企業の皆さんと改めて心を一つにしましょう。そうして日本の将来と今に生きる国民のため、特に子どもたちのため、たとえ党が壊れてもなすべきことがあることに心眼を開いてください。日本の国難にあたって民主党の国会議員がただただ延命に救急とする菅首相を辞任させることこそ国民に対する責任です。そのための手段はあるのです。私は今日まで民主党の党籍を持ってはいるものの、院内の会派から離脱している参議院議長として日本の現在と明日のためと信じ、発言し、動き、書いてもきました。しかし私の不徳のゆえか、参議院議長としては異例な言動ということもあり、なかなかその真意を理解していただけない空気もありますけれども、日本の現状には悠長な時間はありません。私はこれまで民主党内のことについて言及することは控えてきました。しかしここで民主党代表である菅直人氏が首相であることが、国の行政を混乱させ停滞させ日本を危機に陥れているという認識を民主党国会議員がお持ちなら、あえて提案させていただきます。日本のために。民主党の国会議員の皆さんに2つの提案があります。まず第一に、民主党両議院議員総会を開催すべきです。民主党規約には代表を解任する規定はありません。それを前提に菅民主党代表の解任の段取りを進めてください。もしそれが実現しなければ、国会に舞台を移すしかありません。これが第二の提案です。それは今国会に即刻民主党から衆議院で菅内閣不信任決議案を、参議院で菅内閣総理大臣問責決議案を同日に提出することです。同じ会期の国会で不信任決議案は一度しか提出できないというのは俗論です。不信任の理由と不信任決議案の提出者が異なれば、今国会にもう一度菅内閣不信任決議案は提出できます。民主党国会議員の皆さん、野党各党の皆さん、この手段以外にこの日本の国難を克服し、明日の日本を建設する道はないのです。東日本大震災後の現状、福島第一原発事故の恐るべき実態、そうして日本の経済社会の現在と明日を考えれば一刻の猶予もありません。このままでは私たちは被災地の皆さん、避
避難所生活で健康を損なわれた年配の皆さんに申し訳ない気持ちでいっぱいです。特に乳幼児や学童、青少年の現在と未来に顔向けができないのです。国会議員、特に民主党所属の議員各位の決断を強く望みます。衆参国会議員の皆様には、昨年来なぜこれほどまでに私が一貫して菅首相の退陣を求めたのかどうかご理解ください。全国民の皆様に私の考えをご理解いただきたいのです。ここで特に東日本で震災と原発被害に苦しんでおられる皆さんと全ての国民の皆さんに申し上げます。私の今日までの発言もこの一文も決して政局ではないのです。これまでなぜ西岡は菅首相批判ばかりして、この国難にあたってなぜ協力しないのだとのお叱りもいただきました。信じられないことですが、菅首相は官邸以外から協力しようにもできない自分だけの世界を作り上げています。私は参議院の運営で菅首相に協力しなかったことは一度もありません。菅首相をいただいた国会運営は衆議院の執行部の苦しみとともに、与野党逆転下における参議院において、越石参議院議員会長、平田幹事長、羽田雄一郎国会対策委員長のご苦労は計り知れません。一例を挙げます。大震災後に取り組む第一歩の破損物の処理と分類は自治体によって大きく差があり、政府がその実態を正確に把握し対応すべき事柄なのです。原発事故の初動の失敗も、被災者に対するきめ細かな対策の遅れも、今後の東日本の復興と新たな建設の方向と手段も、すべて内閣総理大臣次第なのです。首相の力は現在の粘り腰でお分かりのように極めて強力です。首相が決断せず、首相が自分で任命して任せないことが、政策の執行の遅れの最大の原因になっているのです。その実態は、所管大臣も与党幹部も議員も何も知らされず、菅首相と一部の官邸メンバーだけで何でも決めている体制なのです。これでは野党各党が協力を求められても戸惑うばかりでしょう。私の見るところ、菅首相は自分から首相の座を降りることなど全く思っておられないのです。民主党の執行部の皆さんはある意味でお人が良すぎるのです。したがって私は、首相交代に必要な時間は菅首相が居座ることによる壮大な時間の浪費に比べれば微々たるものと考えているのです。ぜひご理解いただきたいのです。